お互いをさ、が出会うまでのさ、ストーリーあるじゃん。まあ、かっこよくやるな、うん、人生って書いて上にストーリーって書くやつあんじゃん。それぞれのなあんま喋らないじゃん、その話。まあな、うん、だってそれみんなに知ってた方がかっこいいじゃん。いやいや、お前めっちゃ出てるけどな、もうそれをみんなに知ってもらうみたいなのさ、まあね、ちょっとあれじゃない？アメリカについて喋ってよ。アメリカ、俺が知ってるアメリカ？いやいや、それお前そんな大きくなくていい。裏も知ってるかもしれない。知らないでしょ、そんな。ハロウィンめっちゃ真面目にやる。どんくらい真面目なんだ？なんかうちの母さんが買い物行くときに、うわっってやられてた。歩いてたら、うわーって、うわーって驚いた後も、うわーで、お母さんなんとんならんじゃん。もう本当に転びかけてたよ。トラウマだもん、俺ちょっと。でもアメリカにさ、ハロウィンの時期行ってみたいんだよ、じゃあ。いや、これ絶対楽しいよ。ねえ。だって、一日中、もう、ちょっと仮装すれば OK だから、うん、街中回れば、お菓子大量にゲットできる。日本ももっとさ、お菓子 に焦点あったら、もっとお菓子儲かんないと思うの。アメリカそんなにお菓子買うんだったら、もうめちゃめちゃ儲かるでしょ。で、だから家に来てほしいみたいな、その文化の違いだよ。やばいもんな、家に来たら、日本で。はだって、撃たれてる人いるからね、それで。死んでる人、本当に。笑っちゃいけないんだ。笑いじゃないけど、いや、どういうこと？トリックアトリート、撃たれるっていう。なんで？え、うるさいから。銃社会だからね。だから、めちゃくちゃ注意された。え、フリーズって言われた時は止まりなさいって。いや、学校の指導ですよ、やっぱ。撃たれちゃうからね。うん。ガーンって。今年ハロウィンどうするの？どうするよ。ハロウィンの衣装。え、岩田行く？え、行かない。いや、行ってもいいけど。行くでしょ。危ないじゃん、あれ。きついし。ハロウィンでも楽しまないといけないでしょ。俺ら？うん。楽しめてなかったじゃん、俺ら。お前、あっちのパーツ。移動だけですよ。しかもさ、あの時さ、文化祭でさ、俺次に熱出たんだよね。あ、そうだっけ。4万再生とかやったしな。確か落ち込んだしな、それのせいで。そうね、調子よかったのに急に4万再生。調子悪い。今年のハロウィンは何の格好しようかな。あの世界って別にジョーラは怒られないもんね。普通に。まあそうだね。あれってなんで？え、俺が例えば上裸で歩くのってオッケーじゃん。あの日ってあれなんで？わかんない。明らかにお前ただ上裸なだけだろっていうのもさ、でもなんか俺が知らないだけかなみたいな。警察もなんか、あ、俺がそれ知らないだけでなんかそういうのあんのかな。めっちゃヤバい、そのパンツ一丁とかでもさ、パンツ一丁全然 OK、 全然 OK なんだよあれ。そう、でも次の日それやったら逮捕される。逮捕されるじゃん。次いいかな。一瞬で逮捕されるけど、あの日はなんか別に絶対いけるよね。だから、ジオンのトシオくん。あ、やるよ。いやだよな。俺、白いブリーフ履いて歩くんだ。怖すぎるだろ。でも、めっちゃ怖いな。どっかのさ、町の角で怖い。いや、怖っ。怖っ。めっちゃ怖いな、それ。あ、走り回るとか。いや、怖い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 。めっちゃ混んでる、なんか。え、叫ぶんだあれしたらもう、いやーそうで、でも俺が一番ちゃんとさ、ハロウィンやってない。それは一番やってるよ。だってお化けもやってんのよ。お化けやってるからね。でもとしおくん100人ぐらいさ作ってさ、野に放ったらえらいことになるな。えぐいそれは。まあ渋谷でもしやったらもう大混乱ですよ。うん、いいな。スクランブルできそうだな。全体をスクランブル。でもなんかこう、いろんな角度から25人ずつぐらいこう、パッてなって超怖くないですか。真ん中でうわーって集合させて、もう一回パッて。信号の時だけ盛り上がるやつ。うん、信号の時でわーって言って、もう一回パッて離れるって。まあ、じゃあカンタ、トシオくんね。いや、俺トシオくんで歩いてんね、やばいでしょ。サブちゃんな、しかもメイン、母さん見てるもんな。お母さんまた驚かされるじゃん。お、それを見て、それを見て、うちの息子は何かわいそう。年寄くんやってたら本当に頭おかしいもんな。何でやってたよ。情けねえわ。なんか過去を話す回を作ろう。過去話してないから全然な。